全ての国民は個人として尊重され生命自由および幸福の追求に対する権利これについて公共の福祉に反しない限り最大の尊重を必要とする国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するせがしこし佐藤幸男です こうい,う入り方もいいよね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 ,いいよねふざけてるわけじゃないんだけど今最初に言ったのが日本国憲法の第13条、まあ、皆さんよよくく聞く言葉だよねで実はあの言葉ってアメリカ独立宣言にそのままそっくり記載されてるんですよよ。くテストでこれはまあ世界史を受けた人ことがある人はわかると思うんですが「えー、生命自由および幸福の追求」の「 幸幸福福がが空欄でで抜かれている時が多いんですよでその幸福を選ぶうーんと、ね、ちょっと忘れちゃったけど早稲田の国際教養か明治の国際日本かどっちかだったんだけど英語で答えさせる問題があってその幸福の部分が空欄で抜かれていて「ハピネス」を選択で選ばすっていう別に日本語で選んでもいいでしょうみたいに思ったんだけどっていう風な言葉があるのとあと2つ目に言ったこれが有名な生存権憲法第25条にあたります。 でも僕思うんですよねこれは別に日本国憲法はもともとさまざまな過去に出てきた憲法例えばイメタ生存権なんていうのは第一次世界大戦が終わった後1919年ドイツで作られたあの有名なバイマル憲法あそこにもう既に記載されている生存権がこういうふうにして後の世界に影響を与えているわけです。過去にいいっぱいあるわけですでもどの憲法もそうなんだけど基本的に全てアバウトだだよねだからもうちょっと具体的に言わないとこれ解釈いろいろ分かれちゃうんじゃないのって。 そういういになるわけだから解釈が分かれるからこそこの憲法に基づいて解釈する人が重要な地位を占めるそれがそう法律を勉強する、まあ、いわゆる弁護士だったり検察官だったり裁判官だったりこういう人が力を持つことになるわけです。で力を持つってことはどういうことかといえばもちろん彼らが政治家になる人が多いでこれは今のこの世の中だけじゃなくてイスラーム世界もそうなんですよ。 イスラム世界にはいわゆる法学者ウラマーという人がいるちょっと勉強したことあるでしょ基本的に政治家っていうのはウラマーがやることが多いのはいわゆるイスラム法シャリーヤをいわゆるきちんと解釈できる人が政治家であるべきだっていうだから詰まるところは法律の解釈によってもういくらでも取りようがあるんだってことなんですだからやはり法律に関する人が政治家になった時には何が必要かというとモラルが必要だことになるわけですよ その人の解釈によっていろんなものが変わってしまうってこと憲法っていうのはあくまでも土台に過ぎなくてそこに解釈が入ることが難しいんですよ実は今日ね皆さん本当は平等の世界史ってやる予定だったのを覚えてますでもいろいろノートを作ってみると無理なんですよ平等ってのはいろんな解釈の平等がある それは政治的経済的に平等もっとここに入れて大変なのはいわゆる性的な平等が入ってくるとこれはもっと大変宗教的平等が大変ですだから今日は一ついわゆる政治経済の支配に対する平等という考え方から題名社会主義の世界史とさせてもらいましたいや、社会主義の観念っていうのは皆さんいっぱいいろんな観念持ってて多分僕よりももっと哲学的に専門な人はもっと文句言うでしょう この僕の僕言葉にただこれはゼロから世界史ですから教科書に書かれているレベルで話すとするならばやはりこういうふうになるのが社会主義と資本主義の考え方の違いなんですちょっと言ってみましょうかえこれっていうのは何かって言ったら常に両方とととも国というのが存在していることは共通点ですさらに国民がいてで社会主義というふうに定義される内容っていうのは何なのかっていうといわゆるこの国民たちがいろいろ生産して物をまを増やす儲ける。 行動すするるそのいわゆる手段が国有なんですねつまりこの枠が国有だってことですだから彼らが出した作ったもの作り上げたものは全て国のものなんですねだから国民は国の奴隷みたいな形として動くという道具の一つなんですこれ全部国有ですでその代わりこの国が全部まとめた後じゃあみんな平等に配分するねって言って集めた黄色いやつを 国が平等に配分するっていう分配するね分配するっていうこれが社会主義のあり方なんですだからこれが国有であるからこそできたものは全て国のものなので国がきちんと配分するこれがモラルが必要なわけですよつまり国に,国にモラルがなければこの配分するものが不平等になってしまっては社会主義は乱れるわけですでも結局乱れたわけじゃないですか で社会主義はうまくいかなかなったじゃあ一方資本主義は何かって言ったらその国民たちが生産するものが私有つまり個人のものなんですよだから作られたものを国にあげる必要はもちろんないわけですこれだけで存在できるんですでももちろん彼らだけでは生活はできないので政治というのが必要になるからやはりこれが必要になるわけでしょってことはこれが運営するためにはある程度国民が生産したものがないと運営できません なので悪いんだけどちょっとだけ出してってこうやってちょっとだけ出すわけですよ。このちょっとだけ出したもの集めたものをそれじゃあ皆さんにえ足りないとこには分配しましょういっぱいあるとこには少しにしましょうこれは別に平等じゃなくてもいいわけですよ。何かしらの形でいわゆる、まあ、量が違う分配の仕方をしていいわけです。 これがう所得再分配と呼ばれる見てみよう同じじゃんよそうでしょ基本的に形なんて同じなんですこれが国有であって全部吸い上げられて全部を分配するのが社会主義であるのに対し資本主義っていうのはこの手段が私有であるから全部取られる筋合いはないわけですよでもやっぱり国というのを認める以上は何かしらちょっと上げなきゃいけないじゃあこの黄色い点々点は何かこの黄色い点々点が税なんですよだから。 わかるこういうふうにして集めたものを分配するという形だから集めたものしか本当は分配できないはずなんですだけどもこれが近現代になればなるほどいわゆるお札という貨幣というものが国が生産できる国が作れるいわゆるまあこの国がですよ、まあ、鋳造圏っていうのかな、まあ、鋳造っていうのは加減になっちゃうけど印刷圏ですよね 鋳造する権利を持っているならば、まあ、彼らは勝手にお札を増やすことができるわけじゃないですか。だから、足りなければ、この税金とは関係なく、お金を巻いてくれよっていうのは、これが今問題になっているように、国債と呼ばれるものです。つまり、お金を出して、お金を集めて、で、それでみんなにお金を配っていく。でも、これはもちろん、配りすぎれば、みんながいっぱいお金持ちすぎて、物の値段が上がるというのがある、この調整をしていくのが国の仕事なんです。 だから社会主義よよ。りめんどくさいですよ社会主義は全部吸い上げてそれを分配するだけです。いいですか実は原始の時代を考えたらですよ原始ですよ。その頃というのは自然というのは全て皆さんの共有のものであり誰のものでもない生活をするにおいても皆さんそれぞれ自分の好きなように自然のものを使って取ることが許されいいですね。そしてもちろん経済的な搾取もないわけですこういうふうに。 そして政治的束縛もないこういうふうにで皆さんがそうやって平等に普通に暮らしているただ暮らしているだけバラバラにこれを何かというと世界史では原始共産って言うんですよなんか皆さんは共産って言うと共産みたいになるじゃないですか <laughs> そうじゃなくていわゆる全てに自然にあるものはもうみんな共有のものなんだよって何もかもだから誰が使ってもいいし誰がやってもいいし誰も文句言わないし誰かが埋ばることはない。 それはみんなが自由にただ単にそれぞれシステムなく暮らしている場合に原始共産というでもある程度集団で済むようになれば集団にはルールが必要だしもちろんその集団を動かす人とついていく人に分かれるでしょうもうちょっと言えば環境によってもしくは個々人の努力によってもしくは個々人の持っている能力によって もしくは住んでいる環境によってもちろん強弱強い人間と弱い人間はもちろん生まれますよねそしたら強い人間が弱い人間を支配するという形が出来上がるこれが社会なんですよわかりますねだから原始共産っていう単語を使って独裁した人って意外と世界史の中にいっぱいいる勉強足りない原始共産には国は存在できないんですよ。つまり社会システムは存在できない そういう中で自由に暮らすのが原始共産なのに原始共産だって言って国がえばって政府がえばって独裁者がえばって人々を平らにするのは原始共産とは言わないってことですそれは国の存在がある以上それは全て社会主義なわけですよただこれって平等これは平等じゃないのはわかるよね。だって配られるものが大きさが違うわけだし頑張った人はいっぱいもらえるし頑張った人はものが生産されないから少なくともこれは平等ではないです。 ででもこっちは平等のように見えるでしょだってみんな平等に一応モラルがあれば分配するいやいやいやでもね僕から言わせてみればですよこの時点で平等じゃないだって国っていうのは絶対誰かが人がいるわけじゃんこってこうやって,やって人がいるんですよでもここにも人がいるわけじゃんそしたらもう,こうすでにこことここに差別がないですかつまり動かす側と動かされる側の差別があるわけですよ これが今の問題点ななわけじゃないですか今ってこの国この我が国日本の問題点でもあるわけですよ。つまりここが平等であるっていうのはこの社会主義だったらあるけれども実は社会主義やっても平等でないことはここに携わってる人とここにいる人っていうのは平等じゃないわけですだから社会主義は絶対平等かっていうとそんなことはない。じゃあ資本主義には社会主義とは全く違うものしかないのかっていうとそうでもないよね。つまり ある程度みんなが平等には例えばこの生産型もこうやって儲かる人もいればこうやって儲かってない人もいるわけですそうするとさっきの話です健康で文化的なこの健康で文化的なっていうのもアパートだよねだって人によって健康の基本水準とさね最低生活の最低って人によって違くないですか例えばばステーキ食べたいといいいいいいとととうう最最低低生生活活の人といや牛乳だけけ飲めれもるわけですよ そんななななアバウトな憲法で大丈夫のみたいなだから法解釈がすごく重要になっちゃうのもうこれもそうですよつまりこういうふうな最低生活の人はかわいそうだね助けてあげましょうっていうんでこれを多く埋めてあげるそしてこういうふうにしてあげるんでしょで極力平等に近づけるこれ社会主義じゃないですか,かそうでしょうだから分配する量を変えることによって平等する分配する量がバラバラだとそれは不平等ですよ だけども出ててきたことにによっ平平等等ななれば平等なんですでもねこれはその人の人立ち目って違うわけですよすごくお金がなくて他の人を比べたときに自分って絶対に貧しいところに入ってるなと思う人にとってみれば何でも不平等だというでもお金持ってる人から見れば貧しい人にいっぱいお金がいって、ね、お金持ってる人にはお金が来ないえそれって不平等じゃないって意味わかりますよね つまり国から渡されるものが量が違うっていう不平等ですでも生活上は不平等が存在してる。もうこれが困るわけですだから立場によって言うことが違うのでねこないだもある政党が金くれ金くれ金くれって街頭で騒いでましたあの金くれというに欲しがってる人は多分ここの層なわけですよ俺たちは他の人との水準が違うから不平等なんだとだからいっぱいくれこう埋めてくれとこうやってあげてくれっていう言い方です でも上から見てみればお金持ちと貧しい人に行くお金の量が違うっていうのはそれって不平等じゃないかともちろんお金の感覚は違いますここの人の100円とこの人の100円は違うでもせめて同じ金だけくれってそういうふうに言う人はお金持ちはそう思うでしょうねだから平等っていう言葉っていうのは簡単に使えないんですよ立場によって違うっていうのが現状ですいいですかいいですかだから世界史で言う平等は基本的には ここにおける平等もそうだけれども平等を求めるのはこいつらなんですよこいつらが良くないとなんでお前ら何やってんだちゃんと全員だって彼らだって国民なわけでしょだったら全員が平等になるような形にしてくれよとそうやって暴れるってことがよくあることなんですいきましょう復習ですよ世界史にはこういう言葉がありましたまず中国史の方が分かりやすいので中国史が一番早いです分かりやすいです で実は中国には紀元前6世紀から5世紀これちょっと宗教の時に話したと思うんだけど諸子百科というのがあって、まあ、十数個の思想家グループができました有名なものだと儒家というのがあるこれは今でも我々使ってますねあと先生によろしくお願いします学校の先生に礼をしますあこんにちは社長に対してあおはようございますこれが礼つまり皆さんは知らないうちに儒家を体にインプットしてるわけです目上の人には礼をする年を取っていたら偉いという考え方ですそれはこれだよね それが例なんですだから霊はどちらかというと見えない規則みたいなもんこの辺はまた文化のところでやるといいでしょうこれは何を意味するかというと差別を認めることになりますだって上下関係を明確にするだから中国の皇帝というのは儒家を利用するんですよ儒家を利用すれば上下関係を明確にするなら皇帝をあがめるという話にできるからです一方もう一つ人これは簡単に言えば家族愛ですいいことですよね幸せです兄弟が仲いい 親子が仲いいいや幸せですよだけどこれは家族の中だけを愛するだけであって家族同士が喧嘩をし殺し合うまで家族を守るとなったらそれは大変なことなんだとだって家族は愛するけど国民全体は愛されないわけですからそしたら不平等な感じになるわけじゃん中と外は愛が違うんでしょそれを「牧家」と呼ばれる思想グループが「ダメダメダメそんなの良くない」って全ての人を愛する。 僕はねキリスト教がベースはこれなんですよだからヨーロッパの方のが中国より早かった理由っていうのはここにあるような気がする愛愛説全ての人を愛する、ね、いわゆるこう浮気を認めれるわけじゃないですよでも全ての人を愛するこれは大切なこことですねこういうふうなものはなかなか中国では定着しないやっぱり儒家がリーダーになっちゃったので中国っていうのはどうしてもこ,のがこれがずっと残ってるんですよ だから何が起こる、まあ、ヤクザとかよくわかると思うんですね。こういうのが残ってるじゃないですか <laughs>。というのがあるわけです。それが今ここに書かれてるようないわゆる政府が駄目な時に倒していいんだよとあんな不平等なことをやってるようなやつはダメなんだとみんな平等なはずだ何で俺たち農民だけが苦しいんだってだからこれ今書いたのほぼ農民反乱ですね。ここら辺は塩の密売承認から始まったけどでも最終的には農民反乱になってる。こんなにしかもね公金の乱がきっかけで五感と呼ばれる王朝は衰退する。 抗争の乱で党は衰退する抗金の乱で元は滅ぶそして理事制の乱で民は滅ぶすごいでしょだから皆さん農民たちが平等を求めてダメな政府は倒しちゃいと俺たちに平等な権利を与えない人は倒してしまえすると王朝が倒れちゃうんですよこれって中国すごい力だよねやっぱり数がいっぱいいるってのあるんでしょその代表的つまり一番最初によくった農民反乱というのが以前やりました陳正五行の乱あのキングダムの 始皇帝が亡くなったことによって起きた判断です。やっぱ始皇帝怖かったんだろうね。で、彼がいなくなったことで暴れていけるんじゃないか。王公将将伊豆君ぞ主あらんや。王様や諸侯や将軍なんていう身分差別が原始共産の時にあったろうか？いやない。<laughs> だからみんな平等だったでしょっていう。だから彼らはどっちかっていうと原始共産っぽい言い方ですよ。 この国の国やり方を認めない下手するとアナーキズムみたいな感じになるかもしれない彼らは原始教産に近いかもしれないですねもしかすると国を倒して平らなもので一番分かりやすいのが実はこれなんですこれは現代的ですこの太平天国のこれ、まあ、当時ね新王朝という国でした覚えてますで新王朝って中国人の国じゃないわけですよなので満州人の国なので中国人が満州人から政権を奪い取りたい、ね、滅満だと「満を倒せ」 こう噛だね。勘を起こせみたいな。それで始まったけど、彼らの望んでることはただそれだけじゃないんです。不平等をなくす。例えば男女平等。まあ、今回の範囲じゃないけどね。男女平等まさに言ってますし、もっとあるのは土地分配平等につまり、大きな土地を持っている。大事主の土地をぶった。切って貧しい。農民たちに分ける。どうだい。この流れもあるよね。つまりこれって社会主義的な考え方じゃない。 そうだよねだから一番なんか現代的なこういうのに説明しやすいものだとすると今言った土地分配でみんなを平等な生活にするために頑張りましょうと知ってるこの太平天国の案を起こした江秋禅さんの考え方をすごい影響を受けた人それが後に侵害革命を起こすすあの孫文ですよだから孫文は三民主義の一つの中に民政の安定 つまり皆さんが土地を自分で持って農業をやって安定して生活できるようにしましょうまさに太平天国のように書かれているやっぱり農民たちが平等な土地をという考え方がやっぱり中国には残ってるけど結局考えてみれば侵害革命なんて1911ですからめちゃめちゃ後でしょそれと比べてみるとやはりこれから話すヨーロッパっていうのは早い僕やっぱりキリスト教な気がするんだよねでも分からないですよ まあキリスト教も全てが平等なわけじゃないし少なくともユダヤ教が言っていたあの先民思想的な考え方は駄目だと絶対愛であり宗教ね民族を超えてみんなが平等だとイエスは言ったでも残念ながら十字軍の時にはイスラム教をみんな殺したねキリスト教意外とキリスト教って排他的なんですよ時代においては。 ただイエスのスタートの時点では絶対やなんでみんな平等だっていうのがベースにあったことは確かですちょっと見ましょう、まあ、それが影響してるかどうかちょっとわからないけどい、ね、きましょう欧米です中世の時代っていうのは支配者いわゆる支配される側支配者と非支配者ですその間に諸侯というのがいてこの諸侯というのがまあ民をこういうふうに持ってたわけですだからあんまり王様の力が強くなく諸侯が強かったっていう話はちょっとしたと思うんですねでも少なくとも彼らは非支配者です支配者 不平等です。もちろんです。さあ、近世に入ります。近世に入るとここがいなくなる話はちょっとしたと思うんですよ。そうすると残ってるのは王様と民だけだけど、それは無理です。王様が民を統治するのは無理ですよ。だから間に一応世界史用語だと遮断って言うんですけど。まあ中間階層みたいな。例えば大学だったり。あとは共同体だったりね。よくある。あの何でしょう？地域自治みたいな自治区みたいな。 ああいうものをを使ってここが民を直接統治しますだから王様はどんな民がいるか知りません。なのでここからここは直接統治されないという考え方。でもこれもやはりこっちが支配者でありこっちが非支配者になるっていうのはこれはもちろん分かるこれだって不平等なわけですよ。ずっと不平等。で結局どうなったかっ今度こうなるよね。 ある程度時代がたってこの民が随分力をつけてくるとその民の代表である議会が王様に対して喧嘩を負るもっとちゃんと平等にしろ国民を大切にしろこれいいことで平等に近づいてます近づいてんだけど今度はこれが倒れましたわかるこれ市民革命ですよ。イギリス革命アメリカ独立革命フランス革命。 ね、なんだけどだ、ね、よなんだけど今度は何かというとこの人たちが政治をするわけですよつまり政府になるわけですそうすること今度は政府と民の間のこっちが支配者でこっちが非支配者なわけですよわかりますか常にこういうのは存在してるんですだから本当に平等だ平等だとか言ってること自体はもうこれはもう ナンセンスっていうところはおかしいかもしれないけどできない政治上経済的に平等にすることができないのでせめて社会主義と呼ばれるように凹んでるところぐらいは埋めてあげて極力みんなに平等にしてあげるようにしようってことですわかりますでもこれは立場によって違うのでだから政府がモラルがないとダメなんですよ政府に国民の気持ちがわかるモラルがなければいわゆるここを埋めるとかここをどうするとかこれが平等に ば配分されるかっていうのがわからないわけじゃんこれは資本主義でも社会主義でも同じですよこの機会が社会主義を望めばこうなるわけですこの議会が資本主義を望めばこうなるから別にこれイコール資本主義では少なくともないです社会主義だって議会はありますからねいいでこれはあくまでも政治上の支配非支配の不平等ですよいきますよそれが政治じゃなくて経済的な不平等になるのがこれなんです産業革命知ってますよね 新しい機械ができてそして大量生産していわゆる儲けられるでも儲けられるのは彼らです富を持つのは彼らですよでその富のために働くのが彼らですからだから虐げられれば貧しくなるのは彼らですわかりますつまりこの政治をする民のこの民の中がさらに分配されてるわけよこうやって。 その中ににもさらに上下関係が登場すするんですこれをみんな平等にするっていうのはいかが難しいかっていうのは分かると思うんだよでもちろん労働者なんていうのはちっぽけな存在で資本家の金持っているやつには直接勝てないですからだから一対一では勝てないので彼らは団結をしなければ勝てないから団結をすることによって戦いを挑むということですでこれ団結されるの困るんですよ資本家は。 だからこの議会とか支配者に口を出してねでこの団結を禁止する法律とか出すわけですわかるだから結局のところ順番に言えばいわゆるこの支配者の政府その下に資本家その下に労働者社会主義というのはこういう存在をなくすつまりこれをなくすということなんですこれをなくすのが社会主義なんですよで全て労働者がやり労働者が管理する工場も全部 儲けも全部労働者が全部整えてそれで政府の中に何かを言えばいいもっともっともっと極端な社会主義はその労働者が政府もやるつまりこれもいらないこれもやるこれも全部労働者がやるこういうふうにしてこれが最終的に目指すものだった皆さんご存知のあの1917年に起きたロシア革命というのはこれが目的だったんですよ。 ででも無理ですよだってこの労働者がいわゆる政治をするわけでしょもちろん労働者の中ってのは全ての人が頭がいいわけじゃないわけですそうじゃない知識のない人もいるだからその労働者の中で賢いやつやずる賢いやつが政権を握るで握るたまに握ったら今度は労働者の中が分配されるわけよ頭のいい労働者ずる賢い労働者が支配になっ,たっておとなしい労働者は支配される側になるこういうのが社会主義の いわゆる難しいとだから結局資本主義と社会主義はどっちが勝ったのって言ったら勝ち負けを言うなら完全社会主義っていうのはもう存在できなくなったですじゃあ完全資本主義でいいのかというと完全資本主義だといわゆる能力がないものもともと障害を持っている人ね心が弱い人これは絶対勝てないわけですだからそういう人をそのままほっぽり投げて資本主義その勝ちだけでいいかって言ったらそれは今の世の中では認められない まあ皆さんよく好きな SDGs なこういうところに存在してるわけですよだからこそお金を持ってる余裕のある人がこれはちょっとひどいと思うんですよ施しのつもりでこの人たちを助けなさいという言い方なんですあれってなんかなって感じ,じゃない僕はモラルの問題だと思うんだけどね一緒に助けてあげて一緒にこうやってるのが楽しいとかいうふうになって助けてあげるならいいけれどもしょうがねえなって助けてるのは俺はどうかなと思うけどねそういうのが資本主義の中の 一部社会主義的なものを取り入れた状態だからこれって十九世紀後半ぐらいから各国に社会主義政党って出てきます資本主義の国なのに社会主義政党っておかしいでしょだからそれはどういうことかって言ったらいわゆる議会の中で皆さんを平等にちょっとでも平等にするような政策を取ろうという考え方を持っている政党なんですこういう政党ではない実際にこうやって団結して倒していこうなんていう政権は結局ロシアを中心とした一部の政党で結局うまくいかなかった 皆さんが共産党と呼んでる政党はそういう政党が多かったんですだから共産っていう言葉はだ違うんですって <laughs> だからさっき言ったとおり原始共産のことだからやっぱり何もあっちゃいけないんです社会システムがあっちゃいけないんですよ本当はねっていうことですだから共産主義と社会主義の違いは何ですかと聞くんだけどももともと共産主義っていうのはシステム上存在しちゃいけないものでみんなが全てを共有しなきゃいけないけど世の中では無理だってことなんですよだから社会主義で僕は構わないっていうことになってると思いますわかりました 複雑だね。だから僕は答えを言うとモラルが必要だというのが答えになるんじゃないかなと思うんですけどね。皆さんを完全に平等にすることはできないけれどもこういう考え方っていうのは大切かなと思っていますさあやってみましょう。こん中にキーパーソンはいるんだろうかね。やってみます。ではこちらです。どうぞ <noise> さあそれでは、えー、社会主義の世界史キーパーソンです。これはねちょっとね僕の 僕の考え方は僕的に僕ってほら弱い人じゃないですかあんまりなんかこうガシガシ言って人をバ,ババッと攻撃したり戦うことがちょっと苦手な人なんです弱虫なんでだからだからこの人をキーパーソンにしたんだろうな普通だったらマルクスとかをキーパーソンにするんじゃないの分かんないけどさて、えー、いつも通りできない英語を書いてみました「ユートピアン・ソーシャリズム」「ユートピアン・ソーシャリズム」まあユートピアって言葉はよく使うじゃないですかなんかファーってみんなが なんか共有的な感じの社会これこそ共産主義なのかなと思うんですけどねでこれは実はある単語の英語読みなんですよその単語とはこれです空想的社会主義この辺も世界史をちょっとやったことある人なら聞いたことあるんですでこれだけだと分かんないんですなんだ空想的ってみたいなでもなんとなく空想っていう言葉ってあんまり <laughs> うまくない感じで使う言葉だよねだからこれもう一つ対立する言葉を出すとなんとなく分かるその言葉っていうのが科学的社会主義です なんかこっちのがいい感じに思うよね。で,なんでこんな言葉が出たかというと実は「空想から科学へ」という書物が出版された皆さんご存知のエンゲルスという人あのマルクスのお友達のであの人の本の中で出された言葉だからこういうふうに空想と科学だからどっちかというと空想はバカにしてる感じ科学が科学側がバカにしてるでも全然空想でもなく科学でもない一言で言えば空想的社会主義っていうのは実現ちょっと無理じゃねだから空想こう想像してるだけで で科学的っていうのはさっき言った通り労働者は弱いから団結して資本家に対して暴力で戦っていくこうやって現現実実的実現的なものだって言ってて言るこれを皆さんは世にマルクス主義とちょっと簡素に言ったらですよまあ細かく突っ込まないで簡素に言ったらこういうことなんです。でも空想的社会主義が絶対に空想で実現不可能かと思えば僕はそうじゃないと思うんですよ。 だこれはバカにした言い方でお前たちの社会主義はなってないって意味でつけられたんだけど僕はこっちの社会主義が実は現実的に今行われやすいんじゃないかと思ってます空想的社会主義も一個じゃないですからいろんな種類があるのでそこで今日紹介したい人はこの人なんですよ顔はいまいちですけどこの人の名前ロバート・オウエン今だと「ウがオウン「オウエン」に「オウエン」の方がよくもしてねまあ時代で言うと大体産業革命の時代の人だってことは分かります、まあ、このの人物というのは えー、イギリスの中のウェールズイングランドじゃないですね、まあ、アイルランド系と一緒の人たちです、まあ、ちょっとこう外れの方の田舎の方の人ですで彼はもともとウェールズではなくあのイギリスの産業革命の中心マンチェスターで、まあ、たまたまいい人と知り合って成功するんですで実業家になりましたでまたいろんな巡り合いのもとある女性、まあ、女性の名前はしなくてもカロラインさん、まあ、キャロラインっていう感じかな ですよでそれでじゃあその彼,彼女のお父さんと一緒にいろんな経営をしようって言って経営をするようになってでお父さんが亡くなった後はその後を継いでいくっていうまあ,あまあ運がいいですよねこういうのって出会いじゃないですかそしてスコットランド行ってきましたニューラナークという場所に工場を作ったこれが空想的社会主義だとマルクスやエンゲルスは否定するわけですこれって何かとといいうと、まあ、川沿いに大きな なんか大きな工場の塊みたいに使うんですよでその近くに家はあるんですが皆さんそこに働きに来るんですけど何が問題かっていうと働く時に子どもをどうするかって話じゃないですかもちろん子どもがいれば家に置いていくそんなわけいかないじゃないですかじゃあ工場に持ってきたらそれは邪魔じゃないだから工場に学校みたいのをつくるわけですよでそこに子ども、まあ、いわゆる幼児教育の、まあ、幼稚園みたいなものですそういうのを始めただから本当に彼は 働きやすい環境を作る僕はスペシャリストというか最初の人だと思います別に労働者がかわいそうだからではないと思うよ彼が自分の成果を上げる自分のこの工場の成果を上げるためには労働者がちゃんと働いてもらえないと無理じゃないですかだからこそ労働者の働きやすい環境を作るということが彼の根本的なものなんです労働者に優しいという感じではないんだけどねだから書いてある通りこの児童教育というのに 力を注いで、で、子供たちが親から離れても、ちゃんと育てるようにするためには。こういうふうな、いわゆる組織が必要になったわけじゃないですか。それがまあ、幼稚園制度みたいのが確立していく、一つの流れにもなってるってことです。すごいよね。だから、こういうところから発展するんですよ。別に、その、なんでしょう。えー、一人一人に対して、かわいそうだから、あなたかわいそう、あなたかわいそうだからじゃなくてもいいと思うんですよ。彼は自分の利益のために、労働者がそうするべきだというふうに思ったんですよね。 たただこの後彼はちょっと失敗したもうちょっと理想もうちょっと理想を考えてアメリカに渡ってインディアナ州にニューハーモニー村っていうのを作ってみんな集まって,ってでここでみんなで楽しくやっていこうよってやるんだけどちょっっとやっぱりこれが非現実的なんですよだからみんなを共有してこれは本当に共産的な考え方です。それに基づいてやっていこうって言ったけどやっぱりみんなはそれはあんまり好かない。 それはあまりつかない。やっぱり自分のことは自分自分のパーソナリティは持ちたい。っていうのは彼らにあってあまり集まりが良くなくて、これは諦めます。でね。彼のちょっと特別なとこっていうのは、実はこの彼の活躍した時代っていうのはもちろん、他の地域で労働者は暴れてます。例えば機械ができることによって、俺たちの職が失われたまあ、よくあることですよね。it があると人間の職がなくなるから、it ぶっ壊せみたいなっていう考え方。同じように機械打ち壊し、運動裸体と運動なんてのは起こったり。 労働者が選挙権が欲しいって言って、デモ行進やって暴れたりする運動もあった。彼はそういうのはあんまり好きじゃないんですよ。で、俺も実は好きじゃないんですよ。あんまり。だから、やっぱりそういうふうな運動を起こさなくていいようなシステムを作るのが政治家の役目なんだと。で、これ起こして初めて起こされちゃったから変えるかっていうふにならないようにしたいっていうのは、彼の根本的な考え方なんです。 やっぱり資本家がいなければ労働者はきちんとできないとの考えで資本家を世の中からなくすことは彼自体は比較的反対派なんだね僕はそれもあります難しいかもしれないけどなのでまあ人間の考え方次第でもこれっていうのは今会社に望まれてることではあるよね決して労働者だってこういうことをしたくてしてるわけではないわけです。 だからしなくてもいいような環境を会社の中で作れればいいんだろうっていうのは僕は彼の考え方っていうのはいいものではないかなと思うんですけどいかがでしょうか考えがもしありましたらコメントに書いていただけると嬉しいです。以上とういうことで、えー、今回は社会主義思想の歴史でしたちょっと勉強になりましたかな、ね、よかったと思ったらグッドボタンよろしくお願いしますチャンネル登録も待ってます。以上までしたバし、まあ、バイバイ